あなたをつなぐムーチューブ、つなぎ役は私みーこです。よろしくお願いします。そして注ぎ役は月刊ムー三上編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は11月の6日、はい、アメリカ大統領選、大変なことになってますね。そうああみたいな、すごいことね。どうなるんだろう。なんかね、なんか噂によると投票率が 100% 超えてるんじゃないかとか、なんかいろんな噂までなってますけど、まあ一応大方ではもうこの時点で、はい、まあ民主党のバイデンがまあほぼ当確であろうみたいなね、論調ですけども、トランプさんかと思ってたけどね、え、日本にとってはまあ共和党トランプの方がいいみたいなね、報道とかもありますけれども、はい、どうなることやら、まあ、まああの調子だったら絶対負けを認めないみたいな、ね、そうですね、もう結果出る前にもう裁判の用意をしてるという、ね、そうですね、戦うぞというねそれもまあ一つありかなとか思いますけどね。あんなにこたこたしたことは今まであったんですかね。まあちなみにですね、4年前、はい、ね、この大統領選を、まあ、ある意味大方の下馬評を覆してトランプがっていうのを予言していた、はい、といえばかの有名な、ね、東京オリンピックの、ね、延期、はい、まあ、中止かもしれない、これを予言していた松原照子大先生。おお、あ、大先生って言っちゃった、大先生って、はい、ね、呼ばないでって言ってました。はい、おてるさん、松原さんのこれの本の中に、あれ多分聞かれたのかな、うん、なんかいろいろ問い合わせがあった時に、トランプ大統領今後やり2期目みたいなのどうなんですかって言ったら、うん、一期で終わりかなみたいな。お、まあ、その文脈からするともうトランプさんももう一期でも十分ね、はい、もういいんじゃないのみたいな、うん、まあ今のね我らがきみたいなね、法廷闘争みたいなものを見ると、ね、うん、まあ、やる気はあるのかもしれないけれども、あるかもしれない、なんかそ、あの、ね、まあ、一期だけであるみたいなことを、ね、負けず嫌いがそうさせてるのかもしれないですけどね、腹の中ではもういいや、うん、そうメンツの問題もあるからね。ただあれじゃないですか、20年ごとの呪いがあるって。そうなんだよね、ゼロファクターね。そう、そうなるとトランプさんもやっぱりあのちょっとやりたくないなみたいな、お互いあるんじゃないのかなとか思ったりも。わあね、わ、前のね、一つ前の、はい、だからジョージ・ブッシュの時は何にもなかった、はい、なんか喉詰まらせただけだったって、一瞬失神したらしいそれ父ちゃんだべあ、そうでしたっけそっか、じゃあ何もなかったのか。そうそうそう、なんだよね、呪いはつけた。前回は4年ごとだからね、はい、20年ごとというか、まあ、2000年の時かな、うん、で、まあ、考えてみればね、そのゼロファクターもそうなんだけれどもね、はい、この松原照子大先生、あ、大先生って言っちゃったおてるさんの、はい、おてるさんの予見によるとね、はい、次の大統領はね、まあ仮にトランプになろうが、うん、バイデンになろうが、はい、任期中に死んじゃうぞですよ ね、 ね、こういう、まあ、不気味な予言、ゼロファクターも相まってひょっとしてみたいな。そうなんですよ、まあ、考えてみるとね、バイデンだって結構な高齢でね。そうですよ、なんかコロナかかったのかからないの合戦が、うん、本当にこうね、暗殺なのか何なのか、ね、一説にはアルツハイマーじゃないかとかね、そんな噂もあの悪口みたいな、なんかね、そう、悪口感染すぎて分かんない、噂もありますけれどもただ高齢であることは間違いのないことなので、その、ね、体力的な問題だとか、はい、まあ、ちょっとした病気が、ね、悪化してみたいなね、うん、まあ、可能性はないわけではないので、まあ、暗殺とかはまあないとは、まあないというか、そういう、ね、まあ、いずれにしてもその任期中に命を落とす可能性がありますよという。そうなんです、そこもすごく気になっちゃいますけど ね、なんかイルミナティカードにはないんですかね。なんかね、今ね、あの流行ってるというか、こう、ね、はい、探してるらしいよ。あ、探してますか。バイデンねえから、バイデン、ね、そうありそうですけどねトランプはあったからね、ありました。なので次もあるんじゃないかと思って楽しみ、まあ、その辺のところはね、まあ、これ
確定したらね、はい、また次の展開というかね。そうですね、はい、まあ、でも引っ張るんだろうな。どんぐらい続くのか。引っ張るとね、どうなんだろうね、あの大統領決まらねみたいな、うん、なんかちょっと、ね、空白のなんかね、そういう空白域がこうできると、他の国がね、どこの国とは言わないけれどもその隙をついてね、つきそうですね、どっかね、なんか紛争とかね、侵攻とか侵略とかね、はい、やりそうな気配もなきにしもあらずなので、はい、どうなんだろうな、ちょっと怖いですね。そうですね、もしそうだったらね、もうぐちゃぐちゃになりますからねぐちゃぐちゃになったらもう絶対オリンピックないなっていう、来年もね。そうなんです、オリンピックもね、まあ、一応まだ現段階では延期ですからね、中止ではなくて延期。でもイギリスでしたっけ、ロックダウン、またまたまたこれだよね、こうグラフがこうなっちゃってね、出らっしゃったりするあたりからしても、まあ、やっぱり確かにね、これからまたシーズンだからね、冬になってね、その辺のところ、うん、おてるさんは、はい、もう来年延期見えてらっしゃるんでしょうね、ないよと、うん、全然なんか盛り上がってる気配が見えないということなので。そうなんですよね。まあ、ちなみにですね、今月末ですね、はい、ほぼね、11月の26日配本、まあ、店頭に並ぶのは28日ぐらいかな、うんうん、松原照子さんの最新刊、お松原照子の聖予見、はい、大予見に続くシリーズ、この本が発売になります。お楽しみですね。結構ね、もう未来のこともそうなんだけど、歴史的なこともね、はい、ページありますんで、あの歴史的事件の真相はこ、なるほどねみたいなね、お結構面白いですよ。すごい。でさらにね、陰謀論的にもね、ロックフェラーとロスチャイルド、あ今こうなってんだみたいな、やっぱ見えちゃってんだな、やっぱね、見えてるのかね、その不思議の世界の人たちから教えられるのか知らないけど、やっぱり今見えるってことはやっぱり裏でキーパーソンとして何かやってるというか、やっぱ ね、いるんだしんだな、そのディープステートじゃないけども、なんかそういうね、はい、いるんだよやっぱ、この地球を実は闇の組織が、闇でね、いるんだって、漫画の、ね、シチュエーションじゃなく実際本当にいるんだ、そういうやつがいるんですね。いるんだよ、まあ、無的には常識だけどね無的には常識なんだけどね、最近ね、はい、あれ世間的になんかその陰謀論がね、普通にネットの界隈でこう当たり前のように語られるっていう、普通に語られるようになったりね、すごいよ、今小学校のね、あれ 2,3 年生が普通にイルミナティとか言うからね、はい、すげえなーみたいな。そうですね、あのエヴァンゲリオン流行った時に司会文書とかね、うんうんうん、その辺をなんか語ってるなんか中高生みたいな、お知ってねみたいなところが、今小学生が普通にイルミナティを語るというね。そうですね、もうイルミナティカードが欲しいとか言ってるからねおいおいおい、トレーディングカードじゃねえぞ今のそうなんです、もうちっちゃい子がね、うん、もう自己物件 だ、 そ う、 なんだ、そう言うんだよね、もう本当にもうね、もうびっくりしたよ、ムーの記事かっていうことばっかり言ってますもんね、本当に。この間もね、うん、E テレの、ね、収録でね、はい、ここにこう小学生の子がいて、もう話してもね、はい、もう止まんない止まらない、もう将来が楽しみなムービーだなみたいなねムーキッズが今すごい多いですよね、はい、もういい時代ですよ、もう本当ですね。あのなんかね、もう話変わってちょっと寒くなってきたので、はい、ちょっと新しいあのパーカーを着て、なんかすごいこう暑いんだけど、ちょっとこの鳴りが鳴りが、あのちょっとこちらなんかこのね、はい、年がいもなくみたいな、なんかこう、いやいいですよ、なかなかいい感じね、はい、っていく、あの着こなしてらっしゃいますけど、着させられた感があるんだけど、なんかこれは何ですか、コスモアイルの秋冬コレクションだそうです秋冬コレクション新作が出たらしいので、ぜひ来てほしいということをいただいたので、エイリアンなんですか、エイリアン is behind me、 ビハインドミーってことは後ろですねいるぞ、後ろにいるみたいです、見えます、あ、そういう意味なのこれ、そういう意味、そういう、そういうことなんだ、はい、なんエイリアンを背負ってる形になるわけね、はい、背負ってるらしい、エイリアンに憑依されたみたいなね、はい、
なんでね、こうやっぱり秋冬これはあれですか、あのコスモマイルに行けばそのなんかもうネットで、あ、ネット、あ、そうか、もうそういうよね、そうですよ、もう世の中、そりゃそうか、ネットですよ、ね、なんでぜひ皆さん一緒にお揃い、お揃いでしましょうね、はいはい、T シャツのみならずね、やっぱ秋冬もこういった、ね、一つこう見せて、あ、あの人好きなんだっていうアピールするのもいいんじゃないかな、ね、ムーワッペン貼っちゃうかな、そうですよ、こうムーそういったのもいいですね、はい、はい、というわけでぜひ、はい、お買い求めいただければと思います、はい、がっつり宣伝だな本当ですね、はい、宣伝しちゃいました、宣伝しましたよ、そうそうそうステマじゃないですよ、ちゃんとした宣伝です宣伝です、はい